クリプトグラムは日本の競争馬、乗馬、誘導馬。主なカチクラは2016年のメグロ記念。馬名の由来は暗号。神秘的な活躍を期待して、母なより連想。2012年5月14日、ノーザンファームにて生産される。その後、キャロットファームにて一口10万円、400口の総額4000万円として募集。 ビットトレーニングセンターの藤原秀明厩社に預けられる。2歳の2014年10月12日に京都競馬場の神話戦に岩田高生を安城にデビューし2着に敗れ、11月の2戦目、未勝利戦で勝ち上がった。3歳、2015年の11月に500万下で勝利。4歳、2016年の3月に1000万下を勝利して1600万下に勝ち上がった。 4月10日、1600万下クラスのみながら、オープン競争の大阪、ハンブルクカップに格上挑戦。単勝オッズ3.1倍の一番人気に支持され、マドリードカフェを首差しりぞけて勝利。かつオープンクラスに昇級、通算4勝目を挙げた。続いて5月29日、重賞初挑戦となるメグロ記念に、単勝3番人気の支持を受けて出走。 後方10番手から中段の外目を追走し、最後の直線半ばで先頭に立ち、一番人気のエリザベス女王杯を制した GI 優勝馬マリアライトを首差先着して勝利、重傷発生派を挙げた。しかし、レース後、左頭骨炎異端の骨折が判明し、6ヶ月以上の休養を強いられた。5歳、2017年1月の日経新春杯に、 出走するための最終追い切りにて、ゴール板を通過後に足を滑らせて転倒馬体に故障はなかったものの内身の可能性があるために、出走を回避。続いて3月の日経上に、戸崎慶太を安定に出走する予定となっていたが、熱発のために回避。復帰戦は、前走から1年後の5月28日、再び、目黒記念に出走し4着。レース後。 右前足のつなぎ部分の浅く腱炎と診断されて、現役続行を断念。6月8日付で競争場登録を抹消し引退。引退後は、東京競馬場にて乗馬となり、2018年、東京競馬場の誘導馬としてデビューし活躍。ベビーフェイスの気候しツヤツヤ、なお肌で、皆様を魅了します。特別なものは使ってないんですよ。 というキャッチコピーが付けられている。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。